あの船だ、セーブリティミレニアム、今からあの船に行きます。きー、船大きい。どうもこんにちは、鈴鹿彩子です。ひたちです。本日はですね、こちら横浜の大桟橋、クルーズターミナルにやってきております。今私の後ろに見えているこの大きな船、セレブリティミレニアムという客船になっております。こちらの船ですね、2000年にデビューした船なんですが、今年の2月にこう大規模な、改装リニューアルを行われたということで、今日は特別に新しくなったね、セレブリティミレニアムの内覧会に、参加させていただきたいと思います。いやー楽しみですね。じゃあ早速行ってきます。レッツゴー。レッツゴー、近いけどレッツゴー。さあ今早速ですね、荷物検査、パスポートチェックなどもありまして、こちら、セレブリティミレニアムの方に乗船させていただきました。ここがね、いわゆるこうね、船の、まあ、中のね、こう顔とも呼ばれる場所で、すごいここも夜になるといろいろジャズが流れたりね、ライティングが変わったりで、とても綺麗になるみたいです。で、こう階段の手すりがなんかおしゃれよ。なみなみよ、なみなみ。なみなみになってる。ね、なんかバイクは違うね。ね、違うね。こう床もさ、すごい綺麗じゃない？ね、なんか光ってるね。プロムナードの、はい、プロムナード、はい、ここはですね、あのここ今実はショップエリアなんですけど、本当だ、確かに、はい、気づかなかったと思いますが、はい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 、あのこんな感じでですね、落ち着いて、あの静かにこうお買い物ができるという、ちょっと違った雰囲気。そうですね、なんかすごいこう百貨店のさ感じだよね。すごく本当に落ち着いた。ね、うんね。シアターって書いてあるよ。シアター。わあすごいね。すごいね。こんなにさ上からなんかもう本当にホールだよね。最初すごい。ああやっぱり違うんですね。そこも。ちょっとそこ見たら気づいたんだけど、すごい。セレブリティクルーズさんの方では結構バレエとか、こういう演目もね、あのまたちょっと違ったね、より落ち着いた感じでこうしっとりと座って見る演目をやられてるみたいです。リク、ステージ上がっていいんだってよ。普段見られない景色だと思う。いいんですか？ステージからちょっと。わあ、すごい。ちょっとチェック。センターは、センターはここじゃない、この赤いファミリーのところ、スポットライトを浴びてるよ。もっとね、多分ね、本番をバッて当たりますけど、すごいね、ちょっと無限大とは全然違うわ。当たり前だけど、結構でもお客さんの距離もね、近くて。へえ、わー、まあ、横浜だけどね、横浜だけど、すごいいいよ、すごいいいよ。ちょっとチェック気をつけてね。すごく今ちょっと横浜ってこと忘れましたね、一瞬ね。あ、あでも景色が、それ違うんじゃないの？ベイブリッジとかじゃないの？わかんない。ねえねえ。いやいや、なんかこの抜け感最高。こういうとこ結構ね、あの皆さんね、今あの船降りられてる方が多いですけどね、あの航海中なんかはここね座ったりして。あ、いいね。こうやって見る？そう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 。あ、いいね。あろう。よいしょ。わあ、いいですね。2、3時間はここでお昼寝とかしたい。ああ、すごいな。リトリートラウンジということで、あのスイートに宿泊の方だけが入れる特別なラウンジに、今日はね、特別に見せていただけることになりました。さあさあ、わあすごいね。さっきもね、あのラウンジはね、結構船内にいっぱいね、あの座るところありますけれども、ちょっともう高級感が違いますよ。なんかこんなおしゃれな、なにこれ、木のスツール、切り株、やっぱりこう、あ、なんかでもちょっとね、あの和なテイストもね、たまにあったりしてね。こちらのライトもですね、すごい趣向が凝らされていて、こんな感じでこう光量がね調節できて、よいしょ、あ、ちょっと届かなかった、よいしょ、こんな感じでしまうこともできるみたいです。かわいい、このライト、鳥さんだ。
鳥さんだよ。鳥さん優しくね。そうそうそう、ほらゆらゆらしてる、かわいい。落ちない、いいじゃない、落ちない、落ちそうだけど落ちない。あ、本当だ、びっくりした。もう上から見てたら普通になんか普通のライトかなと思ったけど、なんかちょっとこれ、ね、外れてるでしょ、ね、外れちゃってるね。さあこちらカジノでございます。特別に撮影させていただきます。前さすごいさ、お金のさ、本物のお金のなんかあったよね、こう、うん、コイン落としゲームみたいな。あ、ルーレット、ほんとだ、ルーレットだよ。チック2月にね、あのリニューアルされた時にこう機械、スロットの機械なんかも全部こう最新のものにね変えられてるってことで、だからね、こういうね、なんかこうなんていうの、これ卓っていうのかな、こういうのもね本当にすごい、まだ今綺麗な状態で、椅子とかもねすごいですね、最新マシンですよこれ。来てごらん、すいません。なんかメロンの匂いがする。あ、そうなんです、あの匂いにも気を使ってます、エレベーターの中の。すごいいい匂いがするね、こういうのもね。11階まである、11階まである、気を使われてるみたいで、なんかいいメロンのいい匂いがする。11階、あ、すごい上に登ってくんじゃない。おー、バイバーイ。バイバーイ。お、あ、プールだ、プールだって。わー、上の旗だ。うわー、いいね。ちょっと上の旗だ。上の旗ね、ほんとだね。わー、素敵、素敵。ほら、これジャグジーじゃないの。チック見て、これジャグジーじゃない。前もこんな感じだったよね。うわー、チック見て見て、こっちもほらプールで、プールが2個あるのかな。うん、ねえ、ここほら、あ、そうだね、前もあったね。こうちょっとさ、子供がさ、チャプチャプできたり、足だけちょっとチャプンってできるね、浅いところとね。あ、なんかここ深そうだよこっちのプール深そうだね。うわ、綺麗だね。すごい、こちら今ねちょっと完全に室内に入ってますけど、こう日光浴しながら屋内のね室内プール、いやー素敵、うん、確かにアラスカのね景色なんかを見ながら、こう暖かいところでゆっくりと入るのいいですね。すごい人気になるみたいです。サロンってこちらすごいですよ。なんか長期のね、あのクルーズとかになると、まあ、髪も伸びてね、だんだんね身だしなみにもね自分でケアするにもね気になっちゃうところがありますけど、こんな本格的、もう普通になんかどっか都内の高級サロンですよ。こっちはほら、こんなネイルもねすごい、今そこに種類がたくさん、ネイルケアもしていただけて、あっちはねフットのね、あのフットケアもしていただける場所なんかがあって、すごいわ。前もね、ジムでもこういうマシンなんかもすごいですね、いっぱいあるね。今ね、ちなみに我々ここですね、このガラスのこの船の前のところにいます。まさにこの前のガラスがここだって今、うん、すごいね。じゃあまた見てみたい。こう前をさ見ながらさやるとまたはかどりますね、気持ち的にもね。さあこちらビュッフェのお食事が並んできました。本当にすごく細かく、わー素敵。パエリアみたいだけど、ベジタブルなんか書いてありますね、お料理の名前が。パスタなんかも全部船で小麦から作られてるってことで、すごい美味しそう。なんかこんな本格的なパンが船の中で食べれちゃうっていうのが、しかも無料ですからね、何度も言いますが。ケーキもある。それ私取り方下手なんですけど、すごくいろいろあって迷っちゃいました。たくさんねいただきました。お肉なんかも目の前でこう切っていただいてね、パンもね焼きたてでね、さっきねまさにこねてたパンが実際にこう並んでるの見ると嬉しいですね。じゃあチクもメロンいただけば。いただきます。はい、どうですか。おいしい、おいしい。チクメロンね、前よいしょボイジャー乗ったとこからメロン結構好きになったんだよね。あー、ドキドキ。うん、パン取っていいよ。おいしい、うん、おいしい。うん、ちょっと食べるのもったいない、これだと。うん、おいしいおいしい。ちょっと今ね、これあのセキュリティがねしっかり鍵がかかっちゃってるので中は入れませんが、この隙間から今ねなんとなく見ることができます。すごい広いですね、見える。ちょっとね、あの扉があるからね、
英語が通じなくてもね、チックなんかも楽しくね、いろいろ身振り手振りだったりリアクションで、ね、遊んでもらって、スイートで宿泊の方専用のデッキが、ザ・リトリートというね、すごいですね。ラウンジに続きこうデッキまでもが特別な、今日もね、今特別に見せていただけます。もうすごい一切の躊躇もなく、あ、いいじゃん、あったかいね、足をほら下ろしとこう、一応、あ、寝ちゃう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 、起きて起きて起きて、寝ちゃいますわ。あなた専用ジャグジーですか、それは。ちょっとスイートの方、宿泊の方限定の特別なジャグジー、あ、もうもう寝ちゃう寝ちゃう。ルーフトップテラス、ルーフトップテラス、はい、チくん、すごいじゃん、ほら、またほら、バスケとかサッカーのが、これ煙突のところにあったんだ。そう、いや、ママこの船にはないのかなと思ってたけど、やっぱりちゃんとあるんだ。こちらがこの船の中で一番大きなレストラン、メインダイニングになります。はい、なんか結構こう丸がね、多い感じ、インテリアとかエクステリアなんかもね、すごい綺麗、ラグジュアリー、すごい、なんかすごいね、包まれてる感じ、ビジネスクラスみたいな。いいですね、ずっと糸着たいね、ずっと糸着たい。今ね、特別にキャビンを一部屋見せていただけることになりました。おお、ここちょっと車椅子の方もね、泊まれる広めのお部屋になってるみたいです。すごい、あ、しかもこれ海に面してるからねえ、見て、お値段がね、いろいろ、やっぱ内側の部屋が一番お安くてとかいろいろありますけど、クジラいるんじゃん、ほら、クジラ、クジラがいる、あれ地図だ、あ、地図これね、ほんとだほんと、大きいモニターがね、ほんとだわ、いろいろインフォメーションとかね、ここで見ることが、なんかおしゃれじゃない、ほんとに、ね、すごいね、これね、もちろんこのキャビン、客室もね、すごく綺麗にね、改装されて、発車した、こんな、さあ、チコほら、気をつけてよ、ちょっと待ってね、ほら、ベランダのところが、うん、すごい、これガラスだよ、ガラスだね、ほら、非常用のさ、船があって、この下、デッキのとこあったじゃん、ね、うん、ここになるんだね、うん、これさ、海の中も調べるとほしい、へへへへ、ちょうちんやんこと大事、ちょうちんやんこ、それ深海です、もう特別にこちらはですね、車椅子の方でもそのままこうね、シャワーが浴びられたりとか、広めのね、お手洗いってことで、いわゆる通常のお部屋とはちょっと仕様が異なってるみたいですが、すごい綺麗だね、すごいね、ねえ、いやー、泊まりたいな、本当に。さあ、ということでですね、セレブリティクルーズさんの、改装したセレブリティミレニアム、内覧会にね、参加させていただきました。前に私が乗ったロイヤルカリビアのボイジャーオブザシーズとはね、またね、全然こうね、そもそもなんかコンセプトというかね、雰囲気も全く違って、しかも本当に2月にね、大幅リニューアル改装したてのね、すごく綺麗な船なので、日本発着のね、クルーズなんかも今度9月にもね、シルバーウィークに予定されてます。船の中のね、こういろんなものが無料で楽しめて、それでいてこういろんな寄港先でね、その土地をね、こう観光したりして、とてもお手軽にね、意外とお値段もお手軽に、子連れでも気軽に行けちゃいますので、ぜひぜひ皆さんもこちら乗ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、ということで以上、セレブリティクルーズさんの、新しくなったセレブリティミレニアムでした。ありがとうございます。おっちー、おっきー、ラグジュアリー、セレブリティー。